ちょ、ちょ、ますよ。 何やって？
きや。ありがとうございます。
いらっしゃいませ。どうも大きい。
それじゃあ、はい、うん、はーい、それじゃあ、私、休みの日はですね、一人でブラブラお買い物したり、お家で映画見たりしてます。なるほどな。一人で過ごすのがほとんどですね。気楽ですし、私、一人で行動するのがあまり苦にならないタイプなんです。そうそう、あと、美味しいご飯屋さんを発掘したりとかもしますね。私、結構いいお店とか知ってるんですよ。ほう。それじゃあ、いいですよ。真島さんが気に入りそうなお店か、候補考えておかなきゃ。真島さんが好きそうなもの、ケテモノ料理とか虫とかかな。おいおい、そういう真島さんは休日どんなことされてるんですか。え、毎日お疲れ様です。私、頑張ってる人見ると尊敬しちゃいます。本当ですか。真島さんがもっともっと元気にお仕事できるように、私が癒してあげないとな。ん、そうだ、真島さんはもし私が彼女だったらどうやって癒してほしいですか。私、何でもしちゃいますよ。そうやな。マッサージですか。私、うまいんですよ。お父さんに褒められたこともありますから。ん？もちろん、私、得意なんですよ。足つぼマッサージ。知りたいですか。なんでも教えちゃいますよ。
得意なことか。なんだろう、お仕事かな。そうか。あ、今真島さんはお客さんなんですから、支配人みたいなこと言っちゃダメですよ。そう。でも嬉しいな。これからもここで頑張っていきますね、真島さん。ああ、それじゃあ。苦手なことか。悪口とかですかね。え？私、人の悪口を聞くのが好きじゃなくて、聞いてるだけで落ち込んじゃうんですよ。なるほどな。この業界、特にそういうの多いじゃないですか。たまに、なんでそんなこと言うんだろうって落ち込んじゃう時もあります。ほう。真島さん。真島さんってすごい前向きですね。私なんかジーンとしちゃった。確かに私、人がどう思ってるかとか気にしすぎかもしれませんね。なんか楽になりました。ありがとうございます。いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。またどうぞこちら。よろしくお願いします。かわいいね。いらっしゃいませ。また来たよ。ありがとうございます。Thank you.
待たせしました。よろしく。嬉しい。盛り上がってきた。ようこそ三社。どうぞこちらへ。盛り上がりましょう。かわいいな。お願いします。お願いします。レディースグラス。ありがとうございます。失礼します。こちらになります。失礼いたしました。いらっしゃいませ。どうもどうも。レディースグラス。助かりました。盛り上がるね。こちらに。助かったわ。かわいい。いらっしゃい。また来たで。めっちゃ嬉しい。お願いします。ふざけんなよ。なりますよ。申し訳ございません。最高だよ。ありがとうございます。ありがとうございます。また来たで。嬉しいわ。お願いします。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。お願いします。ようこそ。ご延長はいかがでしょう。延長で。ご延長ありがとうございます。見ますので。かわいいな。最高や。いらっしゃいませ。いいねいいね。ありがとうございます。楽しいな。いらっしゃいませ。どうもどうも。盛り上がってきたわ。絶対にさよなら。うれしい。ありがとうございます。ビバスムで。ようこそ。ありがとうございます。盛り上がってきた。最高だよ。盛り上がってきた。盛り上がります。盛り上がります。嬉しい。ありがとうございます。嬉しいわ。ようこそ。ごゆっくり。素敵だよ。盛り上がってきたわ。お願いします。アイス交換です。マリマさん素敵です。最高だよ。最高よ。お願いします。最高だよ。やったサンシャイン。ありがとうございます。盛り上がるね。かわいい。ようこそ、サンシャイン。どうぞ。お願いします。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。サンシャインへようこそ。
いますので。ようこそ参上。また来ちゃったよ。楽しいよ。嬉しい。最高だよ。いらっしゃい。ピンとこないな。ありがとうございます。ありがとうございます。盛り上がってきちゃった。また来たぜ。お願いします。ようこそ参上。また来ちゃったよ。めっちゃ嬉しい。お願いします。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。ようこそ参上。やった。もう雨てんのか。申し訳ございません。ありがとうございました。なんやて？え？
ん？何やって？おい。それじゃあ、はーい。えへへ。ん？そうやな。はい、もちろんいいですよ。あ、でもエッチな質問はなしですよ。それじゃあ。男の人のタイプか。優しい人かな。人の気持ちがわかる大人な男の人がいいな。ほう。あはは、そうかも。私今22歳ですから、私よりも年下ってなると大人って感じはしないですよね。Hehehe
真島さんが私をそんな風に思ってくれてるなんて嬉しいな。え？あはは、照れてる照れてる。まったく。それじゃあ、偉そうな人かな。よく店員さんへの態度が悪い男の人っているじゃないですか。そうそう、そういう人のことを思いやれない人はどうも好きになれないな。そうだ、真島さんは態度が悪いお客さんが来た時実際どう思ってるんですか？そうやな。おっとな、真島さん大人ですね。かっこいい。その通りですね。勉強になります。そういや、あ、それ聞いちゃいます？恥ずかしいから私と真島さんだけの秘密ですよ。ん？違いますよ。実はまだ一人しか付き合ったことないんです。何やと？前のお店のお客さんだったんですけどね、すごく積極的にアタックされて、それで、ほう、前の店では特に規制もなかったので、そういう子は結構多かったです。でも私は3週間で別れちゃったけど。私振られちゃったんです。思ってたのと違うって言われて。ひどくないですか？もう私のときめき返せって感じです。私彼氏の前では無口になるみたいで、これがダメだったらしいです。イメージと違う、もっと明るい子だと思ってたって。真島さんって前向きな人ですね。そんな風に言われたの初めてです。なんか笑っちゃう。あはは。え？いやいや違うんです。なんか嬉しくてつい。ああ、真島さんが彼氏ならよかったのにな。そういや、そうですね、もう好き好き好きってなっちゃいます。うん。あは、わかんないですか？一日中その人のことばかり考えたりするんですよ。ほう。いやいや、アタックなんてする勇気ないですよ。考えただけで私心臓爆発しちゃう。え？
ずっと胸にしまっておくかな。それでいずれその人に彼女ができて勝手に失恋するんだろうな。なんや。え、可愛くなんかないですよ。こんな性格絶対損ですよ。そういうものですかね。なじまさん、素敵です。大人ですね。私、なんか感動しちゃった。無理してでも思いを伝えたくなる。私もいつかそんな風に思える日が来るのかな。真島さん、ありがとう。疲れ。はーい。いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。ようこそ。さあ、どうぞこちら。ようこそ。さあ、かわいいね。いらっしゃいませ。楽しく行こうよ。おしぼり。頼りにしてます。失礼します。こちらになります。失礼いたしました。ようこそ。さまた来たで。お待ちしてました。めっちゃタイプよ。わーい。いらっしゃいます。また来たね。上がってきちゃったよ。ありがとうございます。お願いします。嬉しいです。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございます。
いいな。お願いします。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございます。こちらにあります。ありがとうございます。失礼します。こちらになります。失礼いたしました。ありがとうございます。フィーバーするで。いらっしゃい。ありがとうございます。ありがとうございます。盛り上がるね。嬉しいです。お願いします。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございます。いい人さんだな。ありがとうございます。かわいい。いらっしゃいませ。どうもどうも。最高だよ。ようこそサンシャインへ。いい人さんやな。お願いします。メニュー。田島さん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。わー、やった。盛り上がるね。ようこそ、サンシャインに。いいんだね。お願いします。最高だよ。おしぼりで。助かりました。ありがとうございます。わー、かわいいね。ようこそ。どうぞ。ありがとうございます。わー、嬉しいです。いらっしゃいませ。面白いね、君。ありがとうございます。フィーバーするで。盛り上がってきたわ。盛り上がってきた。お願いします。ごゆっくりと。わーい、やった。お願いします。こちらに。頼りにしてます。お願いします。ありがとうございます。ご延長はいかがでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。やった。嬉しいです。どうもどうも。お願いします。ありがとうございます。やった。ありがとうございます。よろしくお願いします。かわいいな。かわいいね。楽しいよ。ありがとうございます。また来ちゃったよ。やった。ありがとうございます。ありがとうございます。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。ありがとうございます。お待ちしてました。いい人だな。フィーバーするで。わーい、ありがとうございます。わーい、ありがとうございます。最高や。かわいいな。お願いします。面白いね、君。いらっしゃい。やらつけたのや。お願いします。嬉しいです。レディースブラス頼りにしてます。お願いします。ありがとうございます。タイプだよ。ありがとうございます。ようこそ。また来たよ。ありがとうございます。お願いします。
ご延長はいかがでしょうか。ありがとうございました。盛り上がりました。かわいいな。ありがとうございました。
Mm-hmm.